ー2,000キロカロリーくらい食べて200グラムくらい糖質を取ってしまったからポケモン探しに行きたいなでも明日あさっては雨だし今は夜だし一人で荒放ったって女子が出るのは怖いよ雨の日は雨の日のポペコ ポ、ポケモンじゃない。ポケモンが出るけど。雨の日にわざわざ歩きたくないよ。ああ、イオンでも行こうかな。ジムがポケスポットだって、今日初めてポンさんが気づいて。そしてもうボールが16個ぐらいしかないから。 リフトもいただいているけど集めないといけないんだよねああ毎日ポケモンしたいなお散歩行く前はすごく面倒くさいなって思うけどポケモン探してあると楽しくなるんだ終わり